大阪教育大学は明治7年に設置された教員伝習所をその起源とし、今年で創起150周年を迎えました。昭和42年に大阪教育大学へと学名を変更し、平成6年に柏原キャンパスへと移転統合しました。平成12年には天王寺に新校舎が設置され、平成16年に国立大学法人大阪教育大学が発足しました。国立大学法人として地域や企業などと連携しながら数々の改革を進め、令和4年には教員養成フラッグシップ大学に指定されました。Come on.